皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの渡辺さと子です。今回の番組は区政この1年平成27年上半期と題しまして、中央区政の動きを中心に平成27年1月から6月までの区内の話題を振り返りたいと思います。毎年恒例のイベントから今年ならではの出来事まで、さまざまな催しをお伝えします。それでは1月の話題からご覧ください。1月4日、浜町運動場で新春子どもたこ揚げ大会が開かれました。穏やかに晴れ渡ったこの日、先着200人の子どもたちに真っ白なたこが配布され、家族と一緒に思い思いの絵を描いたオリジナルのたこを作りました。完成すると早速たこ揚げに挑戦。子どもたちは元気いっぱいに走り回り、青空にたこを泳がせ、日本のお正月の遊びを楽しんでいました。1月5日に開かれた築地市場の初市。午前5時ごろから始まったマグロの初競りでは、2010本のマグロが並び、最高値をつけたのは重さ 180.4 キロの青森県大間産の本マグロ。1本451万円で取引されました。福田中学校合唱部による新成人の門出を祝う合唱で幕を開けた中央区成人の日記念式典新成人の集い。実行委員会により企画されたさまざまなアトラクションが行われ、クイズやビンゴなどを通して新成人たちは友人や恩師との再会を大いに楽しんでいました。貢献できるような大人になれるように頑張りたいなって思ってます。今年は昨年より128人多い795人が大人の仲間入りを果たしました。ご覧いただいた新成人の決意ですが、この他にも子どもに好かれる保育士になりたい、立派な歯医者さんになるためしっかり勉強をするなど、皆さんそれぞれに思いを語ってくれました。さて続いて2月の話題をご覧ください。2月1日、鉄砲髄稲神社で新富座子ども歌舞伎節分祭奉納公演が行われました。毎年2月と5月に鉄砲髄稲神社の神楽殿で奉納公演を行っている新富座子ども歌舞伎。この日は節分の夜の隅田川を舞台とする盗賊たちの物語、三人吉佐巴の白波、大川端庚申塚の場など3演目を披露。大人顔負けの迫真の演技に境内からは大きな拍手が沸き起こっていました。区内各所で豆まきが行われた2月3日節分。月島西中通りでは特設ステージから鬼は外、福は内の威勢のいい掛け声とともに行われ、東日本橋の八幻堀不動院では、護摩祈祷を受けた21人の年男、年女の皆さんが、一年の無病息災を願って豆まきをしました。都心の子どもたちに雪遊びを楽しんでもらおうと、2年に一度開かれている雪まつり。今年も中央区の友好都市、山形県東根市からおよそ200トンの雪が届けられました。一夜にしてできたゲレンデに子どもたちは大喜び。そり遊びや雪だるま作りに夢中になっていました。遊びとかいっぱいやってて、なんかいっぱい楽しい。東京マラソン2015が2月22日日曜日に行われました。今年も3万6000人のランナーが
コースとなっている晴海通りや中央通り、新大橋通りなどを駆け抜けたこの日、地域の皆さんによる応援イベントが多数行われたほか、沿道に詰めかけた大勢の観客の皆さんはランナーたちに熱い声援を送っていました。雪まつりで雪を提供していただいている東根市との友好都市提携は今年で24年目を迎えます。さくらんぼ種飛ばし中央区築地グランプリや中央区大江戸祭り盆踊り大会などさまざまなイベントを通して交流を深めています。さて続いては3月です。1945年3月10日の東京大空襲から今年で70年、浜町会館ではかつての浜町小学校で空襲の犠牲となった方々を悼む献花式が行われました。毎年献花をしているという当時浜町小学校の5年生だった鳥羽さんは、生きている限り3月10日には必ずお花をあげに来ようと思ってます。平成26年12月に築地本願寺の本堂などが国の重要文化財に指定されたことを記念し行われた催し、ご縁。初日の3月14日には光が織りなす築地本願寺物語と題したプロジェクションマッピングなどが、翌15日には記念式典が行われました。昭和初期、建築家の伊藤忠太が設計した築地本願寺、伝統的な形式と当時の最新の設計技術を用いた近代における新しい寺院建築のありさまを示しており、震災復興期の重要な建造物として重要文化財に指定されました。15日には築地場外市場のお店が出店した屋台が設けられたほか、長さ9メートルの特製のり巻きを作るなど様々なイベントが行われました。さて続いて4月の区内の話題をご覧ください。名教日本橋保存会が地域を訪れる人の増加と活性化を目的に毎年開催している春の名教日本橋祭り、今回はあいにくの空模様の中の開催となりましたが、橋のたもとでは日本橋界隈の老舗による和菓子などの販売が行われました。また往年の名車が橋の上に勢ぞろいするジャパンクラシックオートモービル2015も行われ、日本橋はこの日多くの人でにぎわいを見せていました。区内小学校で入学式が行われた4月6日、京橋築地小学校では新1年生を対象に高綱直義警視総監による交通安全教室が行われました。交差点では左右の安全をしっかり確認すると学んだ児童たちは学校近くの交差点で早速実践、信号が青になると右、左、右を見て大きく手を挙げて横断歩道を渡りました。4月12日、区内の歴史や文化を案内する中央区文化財サポーターの主催による春の中央区歴史散歩2015が行われました。文明開化の史跡が多く残る築地周辺の歴史をめぐったこの日、中央区の成り立ちをテーマに築地明石町コースと築地市場コースの2つが行われ、59人が区内を散策し歴史を学びました。4月はこの他にも中央区議会議員選挙、中央区長選挙が行われ、30人の新区議会議員と矢田義秀区長が選出されました。さて続いては5月の話題です。5月3日、総合スポーツセンターの施設の一部を無料開放して行われたのはファミリースポーツデーです。トランポリン、卓球、アーチェリーをはじめニュースポーツなど様々なスポーツ体験ができるとあって、
この日は大人から子どもまで1267人が参加しました。弓道とアーチェリーです。また今年もできたから嬉しかったです。こういう機会に子どもと一緒に運動ができて楽しかったです。西銀座通りが東京都のシンボルロードに指定され柳を植え整備されたことを記念して始まった銀座柳祭り。今年も恒例の銀座ゴールデンパレードや西銀座通りに植えられている柳を剪定した銀座の柳の苗木のプレゼントなどたくさんのイベントがあり、訪れた皆さんは晴天に恵まれたゴールデンウィークのひとときを満喫していました。5月30日、臨港消防署で中央区消防合同水防訓練が行われました。河川が氾濫する危険が迫っているという想定のもと、この日は迅速に土のうを作り積み上げる訓練や水難救助訓練などを行いました。参加した消防職員や地域の消防団員、区の職員総勢265人は災害に備え真剣に訓練に取り組みました。好天が続いた今年のゴールデンウィーク、ご紹介した以外にも鉄砲水鳴神社でお祭りが行われるなど、区内ではさまざまなイベントが行われ、多くの親子連れや観光客でにぎわいました。それでは続いて上半期最後の6月の話題をご覧ください。6月2日、城東小学校で中央区教育委員会と早稲田大学理工学術院が理数教育推進に関する協定調印式を行いました。会場となったのは理数教育推進のパイロット校である城東小学校。教育委員会と早稲田大学は今後、区内小中学校の理数教育の充実や教員の資質向上など様々な取り組みを行っていきます。6月5日、日本橋保健センターで生活習慣病の予防などを目的に健康増進フェアが行われました。骨密度、筋肉量、血管年齢などの測定コーナーが設けられ、自分の健康状態を確かめたり測定結果を見て医師に相談したりと、皆さんにとって生活習慣を振り返る機会となりました。6月13日、波除稲荷神社築地獅子祭り渡御祭が行われました。今年は3年に一度の本祭りですが、来年11月に築地市場が江東区豊洲に移転するため、市場内を巡行するのは今回が最後。市場内には担ぎ手たちの威勢の良い掛け声が響き渡っていました。午後1時ごろから夜遅くまで街を練り歩いたこの日、大勢の担ぎ手や見物客で築地一帯は大いににぎわいました。前回の本祭りは雨の中の開催でしたが、今年はすっきり晴れ渡り真夏日に迫る暑さとなりました。築地の熱気は圧巻の一言ですね。さて、お伝えしてまいりました区政この1年平成27年上半期、いかがでしたでしょうか。4月27日には51年ぶりに定住人口が14万人を突破した中央区。今後も子どもから高齢者まで誰もが生き生きと暮らし続けられるまちづくりを推進してまいります。また番組ではこれからも区政をはじめ地域の話題などの情報をたくさんお伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。